おはようございます。公認会計士の小林修司です。今日はですね、ちょっと事務所の経営のことについて話をしてみたいんですが、以前ですね、動画で、こういったお客様はね、困るっていうことで、そういった、かなりね、ストレスのかかるお客様はね、あえて契約を切った方が、その後にね、逆に収益がアップすると、そういったようなね、コメントをいただきまして、すごい励みになりました。ありがとうございます。今日はね、またそのちょっと困った話っていうことなんですが、やっぱりね、この業務報酬をね、払っていただけないお客様がいるというところがね、どうしても悩みなんですよね。例えばですね、確定申告ですとか、決算のね、申告、しっかりこっちでやるんですけれども、もちろん契約書に基づいて業務を進めるんですけれども、お金をね、払ってくれないと。結構何十万なんですよね。もちろんね、その会社さんの決算状況もわかるんですけれども、そういったことでね、ちょっと待ったり、支払いをね、猶予したりさせていただいていたんですけれども、今回こういったことがありまして、その会社はですね、その代表の社長さんから、個人からですね、会社へ貸し付け、会社にとっては借り入れをしてるわけなんですね。大きいね、仕事が入るんで、それが入ったらね、返しますよってことで、それを信じて、これまでお付き合いがありますからね、信じていろいろ支払いをね、猶予させていただいたんですけれども、ある時ですね、確かにその仕事が入ったんですが、なんとね、自分の会社の、個人からの借入金、これにね、全額返済当ててしまって、しかもそこの、働いてる従業員の人のお給料も未払いと、こういったようなね、ことがありました。当然、我々の顧問料も払っていただけないと。これはちょっとね、倫理的というか、いかがなものかというふうに思ってしまったんですよね。どうですかね。やっぱり何を置いても、そこで働いてくれてるね、従業員の人への給料っていうのは、やっぱり優先して払うべきものですよね。働いてる側からしてもですね、全部その経理が、経理内容をね、全部開示されてるわけではないので、もちろんわからないと思いますけれども、給料がね、払われないっていうふうになってしまったら、ちょっと大問題ですよね。それがありまして、これはちょっといかんということでね、契約をね、会計年度の途中だったんですけども、切ることにしたんですよね。で、切るにしてもですね、手紙を送ってもおそらくね、普通に送っただけだとね、届かないんで、内容証明郵便を使ったりして送ってるんですけども、当もね、内容証明で特定記録っていうことで、向こうが受け取ったかどうかをね、確認する、サービスもあるので、それを利用したりしてるんですけれども、受け取ってはいるんですけれども、どうしてもやっぱりね、顧問料を払わないんですよね。皆さんも、会社、仕事でね、なかなか顧問料、なかなかね、顧問料、料金を払わないっていう人はね、どうですかね。もう一件、同じようなケースがあって、その方はですね、薬剤師、薬局、調剤薬局をやってる方なんですが、その調剤薬局の方はですね、話し合いの場を持つことができたので、未払いを払っていただいた後にですね、契約を解除ということがね、できたというか、そういうふうになったんですが、もう一人の人がね、話し合いの場を持てないんですよね。いろいろ、過去の状況を見ていくと、何件かね、訴訟を起こされてるんだけれども、訴訟を起こして、損害賠償金を払えっていうような判決が出てるんだけれども、それも無視して払ってないと。いわゆる常習性があると、
言えるんですよね。だから裁判所からの、その損害賠償の支払い命令が来ても、払わないと。ただ、こういうのを考えるとね、払わないもの勝ちなのかなっていうふうにもね、思ってしまったりするんですよね。どうでしょうかね、皆さん。払わぬが勝ちというふうなことにもなりかねないですよね。私もね、まあ、いろいろ今調べながらやってるところなんですが、まあ、例えばね、簡易裁判所経由でね、支払い督促を送ると。まあでもこれもね、向こうが受け取ったからといって、必ず払うわけではないと思うんですよね。その今の過去のね、訴訟の支払いも無視しているってことであれば。まあね、ちょっとね、いろいろ困りますよね。どうやって払ってもらうか。まあ、ここがですね、今、もう一つ、今、悩みの種であります。皆さんもね、顧問料、まあ、もしはね、業務を提供を受けたらですね、まあ、それに見合うサービス、対価はね、しっかりね、払っていかないとですね、まあ、当然だと思いますけれども、サービスの対価はね、やっぱりしっかり払っていかないとお互い、まあ、気持ちよく終われないですよね。なので、まあ、今日はちょっとね、経営上の悩みということで、顧問料払っていただけないお客様への対応をどうしようかという悩みをね、ちょっと愚痴にもなりましたけれども、動画にさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。